ちだから、お、お疲れ、気をつけてね、帰り。あ、私だ、すいません。ありがとうございます。ああ、よいしょ。すいませんね。お待たせしました。ヨーダちゃん、ヨーダ、ヤッホー。こんばんは。元気かな、ヨーダ。てりたまちゃん、いらっしゃい。チャオって珍しい挨拶だね。チャオ。てりたまちゃん。あ、ユーガ、ありがとうユーガ。気をつけてよ、帰り。ありがとうね。哲夫さん、こんばんは、こんばんは、哲夫さん。お疲れ様で、チャオ、チャオ。みなりさんがチャオって言ってる。こんばんは、こんばんは、哲夫さん、こんばんは。どうも、こんばんは。こいつくん、あ、今、りなりさん通り過ぎちゃったな。りなりにメロメロ知ってるんだぞ。14日後ぐらいに、あ、くぼっち来た。くぼっち涼しい顔できるから、エルマだよ、私がエルマだよ、エルマだよ通りすがりのエルモいっぱいエルモがいた。今元気ですけど、イサオ、あ、よかったです。イサオ元気があれば何でもできる。ポアタ、こんばんは。ポアタ、あのデコチェキはてっちゃんとしてのチェキは最初で本当にレアだよ、レアもうてっちゃんなんだ、もうもう初々しいんだから、もうてっちゃんなんて。YouTube で東部の発車メロディーを BGM で見てるな。え、東部の発車メロディーってなんだろう、ピアノバージョンデコチェキ、あ、違う違う違う、この前より上があるんですかって。いや、あの上からかけるから、もう次はあのデスソース上からかけるから。ウユーシーと、そう、てっちゃんなんてね、ウユーシーって。お日様ありがとう。日曜日あるけど気づけばガチ恋か書いてたわ。なんか話してたじゃん。で、なんかさ、なんか最初何書こうかなって、なんか桃とか書こうかなとか思ってたんだけど、なんか話で夢中になってて気づいたら初めて書いたわ、なんならすいませんでした。どうやったん、あ、水なんだ、ちゃお、水なん、いらっしゃい、ちゃお、トシア、こんばんは。おー、申し訳なくないよ、全然。お疲れ様。あ、チェキ届いたというツイートするの忘れた。え、知って知って、見る、ゾウさん、今日ね、あの最新行ってきたんですよ、病院で。でね、見てもらったらね、あの腰治るのは 1,2 ヶ月かかりますって言われて。でもさ、新年からさ頑張りたいから、12月直したくて、だからあのさっきツイッターにも書いたんですけど、店舗のライブの曲1曲かソロステとかに出演して、あとは出勤の時間もちょっと短縮とかで出勤させてもらう形になるかなと思います。ね、すごい悔しいんだけどさ、なんか悔しいんだけど、なんか今無理して動けなくなるのがすごい怖いから、ちょっと今は我慢時だなと思ったので、ちょっと12月は戦います、自分と。チェキ、違う、動いてる白川さん、あ、たじかちゃんや、美人感あれ、ありがとう、なんてありがとう。あ、元気だ、ヤッホー。あれ、元気さ、アカウント作ったの？持ってた？チェキまだ来ないって、あ、もうすぐ来るかな、早く届くといいな。土曜は頑張ります。いや、頑張んなくていいってば、本当に。
頑張んないでよ。実はこの前もらったチェキ誤字してた。え、私なんかしてた？え、誤字してた？え、やだ。パタ、おーちゃんの声聞けて幸せ。本当？いっぱい聞いて。さっきオンラインチェキ予約された。いやー、ありがとう哲夫さん。ありがとう哲夫さん、ありがとうの舞。みーくん、やっほー。みーくん、いらっしゃい。土曜日が怪しくなったけど、え、なにこいつくん、なになに、無理しないでゆっくり直して。ありがとう。もうみんな優しいから、ほんとさ、リップとか見ると泣きそうでっちゃう。ほんとにぼちぼち、お大事にしてください。ありがとう、パータも、ありがとう。いやが、熱海行きの電車に乗ったの、熱が気づいたら海やってなるから気をつけて。ブスケ、遅くなった。あ、いらっしゃい。今日のニット、今日のニット、なんかこれはなんか白と赤、説明下手くそ。白と赤のニット、あ、大輝だ、いらっしゃい大輝。ほんとサンタさんみたいポーズ。確かに赤のモコモコだから肌触りがよきまるですね。生が会いたいなーって、会いたいな。やっぱね、直接会うとね、いいよね。顔見てさ話せるっていいよね。ガチコジレンマ枠って撮ったやつで工場って書いてあった。え、あれ間違えちゃった。すごいパワーアップしちゃったんだけど、持ち直しをどうしよう、ガチ恋パワーアップ版になっちゃったんだけど、工場漢字間違えちゃった。おもちゃの敵剣が未だに、あれ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 、取るしか会うしか、正解本押しに、本押しにバレないように。え、そうなの、そうなの、バレちゃあかん。でも何もまだツイートはしてなかったね。見る線、みーくん、むちゃむちゃむちゃ、みーくん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 、くんみー、くんみー。さっき下北から帰ってってポスター見たら、はっ、日記やん、恥ずかしい。哲夫さん指輪20歳年取った気がする。と、なんだっけ、鉄兄ちゃん、鉄兄ちゃん、今日も今日って言って桃のチューハイなんで、いや私も飲みたいんだけど、シフト変わって最悪の場合両部とも、なんでどうにかならん、どうにかなりそう。桃が可愛すぎてメガさんたん大丈夫ですって、スクショしとこう、これスクショ。まずニット可愛いって電車で頑張って聞いてる、ありがとう。ニット可愛い、やった、紅白ニットですね。分かった、頑張らないって、それはそれでなんか違う。いや頑張らないでほしいよな、本当に頑張らないでよ。もちゃん可愛すぎて可愛すぎて倒れる、本当にみーくん、本当に本当にボイスはこれから、恥ずかしいやん、ボイス恥ずかしいやん。スクショしたら証拠がなくなる、そうだよ、何かあった時にね出すんだよ。藤永さんこんばんは、今日も配信見えてよかった、ありがとう。今日あの公式配信もあるから、この15分経ったら公式の配信やりたいと思います。本当に本当に、やったー、早く会おう、みーくん早く。突然変わるのデフォだからなって、繁忙期も近いしリスクは大きいけどって。そうなんだ、お仕事頑張ってるんだな。よいしょ、今日はこっそり聞き、こっそり、なんでなんでこっそり。鉄兄っすか、鉄兄もなかなか良くない、どう鉄兄、どうかな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 。くらみちゃん、ティーティーこんばんは、いらっしゃい。何着ても可愛いんだろうな、たとえタイツ。え、昨日さ、あの昨日その白タイツ、全身白タイツの話したじゃん、生誕のドレスコードがあって。で、なんか
全身網タイツの話になったから、ちょ全身網タイツって検索しちゃったの、夜中に。それで過激すぎて全身網タイツって調べたら、もうなんかもうエッチだ、エッチな、エッチなお姉さんの画像しか出てこなくて、いや見ちゃいけないもの、ダメ、見ちゃいけないものを見たと思って、検索履歴をそっと消そうと思ったけど消さなかった。いや嘘はついてないからいいけどって、だから素直じゃん。おもちゃんデビル楽しみ。あーみーくんチェキ頼んでくれたの、ありがとう。待ってて、デビっちゃうから、デビデビっちゃう。前の体ボロ、なんでエヌチ、私もボロボロ。あ、ちーちゃんだ、ちーちゃん、ちーちゃん、ちーちゃんありがとう、いらっしゃい。チャリトンチェキ届いた、お、やったー、よかった、おめでとう、本当にお誕生日。何してんすか、おもさんって、だってやっちゃったんだもん、しょうがないじゃない、さらーってなったやひろこんばんは、いらっしゃい、やひろ。いつもはスピーカー、スピーカーでいつも聞いてる、エッチな。そう、え、なんか全身編みたいやつはただのエッチだった、だって全部見えてんもんどうしようと思って焦った、あんなエッチエッチなんだとは思わなかったからさ、ネタかと思って調べたらただのエロだったんだけど。いつでも素直ですって、そうか、電車ですごい笑いこらえる羽目になってるんですかやめなやめな、こんなでこれで笑ったら変態だぞ。いや、よかった。え、でもマサ調べるでしょ絶対、マサ検索してみて。ヤマゴンこんばんは、パッカンパッカーン。白編みタイツ、いや白編みタイツは結構やばいね、白編みタイツって来たらどうなっちゃうんだろうえ、あれ、私あれしか想像できないんだけど、あのさ、フルーツの桃の下についてるパックのやつ桃とかのあの下にあるあの編み編みしか思いつかない。春が来るの楽しみにしてて、楽しい、楽しいのかな。全身編みタイツはチューブトップしてればセーフって、あ、そうなの、いや下もやばいだろ、下とか言っちゃったけど、全身編みタイツの検索する方が絶対で、絶対したでしょ、ここにいる5人ぐらいは多分ね全身編みタイツって検索したと思うよ。前の場合、距離の問題もあるし、うんちもある、あー距離な、距離か、縮まらないこの距離は、検索、あ、TT 検索しちゃった、これなんすか、鉄に、鉄に、まだ15分経ってないよね、ボイスチェック聞いてたら幸せ溢れた、ほんとよかったー、撮れた、私もね、幸せだったよ、もう撮ってる時、ニヤが止まらん50になった途端流行ってくれ、組み合わせていこう、崩れたら。あ、こういちくんとしや、いのちアイテムありがとうございます、ありがとう。やすこんばんは、いらっしゃい。履歴秒で消すわ、検索してみてって滑ねばい検索してみて、全身編みたいつって検索してみたらね、エッチなお姉さんしか出てこないよ。一瞬ね、あのね、ツイッターのフリートに載せようかと思ったけど、やめようと思った。やめた。やめたよ。思いとどまった。急に大宮買い出したらさせてください。うん。それはもう大歓迎なんだよな。もみじ、今日もタイツ、ちょ、終わりにしよう。15分経ったから終わりにしよう。抜けらんなくなる、編タイツから。ちょっと公式の配信をやりますね。編タイツの話はこのルームに置いておこうね。本当に。本当にもうペリ可愛すぎて、あー、ペリクラ嬉しかった。ペリクラね、名前もね書いたよ、ありがとう。では皆様ランキング読みますね。13位藤高、12位テクテク、11位大輝、10位マサ、9位中、8位光一くん、7位ノアの箱舟、6位シーバス、5位ユスケ、4位ハヤハヤ、サイトシア、2位イノッチ、1位プースケ、ありがとうございます。え、よし、チェキ頼んだ、ありがとう。いや、もうめっちゃ楽しませてもらいます、書くの。待っててね、ありがとう。おつ、ありがとう。また、ではでは。